はいどうもパシです。今回は昨日ですねツイッターですごい話題になっていたんですけれども、なんと荒野行動の PS4 版が出ることになった件について話していきたいと思います。ね、いろんなサイトが取り上げていたんですけれども、その情報のまとめプラスオパシの考察をちょっと話していこうかなと思います。まず最初に現在確定していることなんですけれども、PS4 版が出るっていうことですね。スイッチ、Xbox、そういうね、クロスプラットフォームができるのかとかについては現状全く触れられておりません。 PS4 版だけですね今のところ出ている情報は。で次に値段ですね。発売という風に明記されているサイトが多かったんですけれども、 EAA っていう有名なサイトだけが後から情報を更新して追記で基本プレイ無料という風に書いていました。なので多分おそらく基本プレイは無料というね、スマホと同じ感覚で遊べるんじゃないでしょうか。で出回っていた動画についてなんですけれども、出回ってた PV だと正直スマホ版と一切変わり映えがしないように見えたじゃないですか。だからこれスマホ版をただ PS4 に移植するのっていう自殺行為っていう風に捉えた方もいました。確かにそれだけだと正直自殺行為だと思うんですよ。なんであえて割と高画質で遊べる PS4 っていう機械を使ってスマホ版のゲームやんなきゃいけないねんっていう気持ちはわかります。でもここからはちょっとオパシの予想になるんですけど、皆さん覚えてるかわかんないんですけど、荒野行動プラスっていうね新作が今度出るんですよ PC で。それはスマホではできないようなグラフィックで荒野行動の世界を遊べるっていうね、出てくる武器も全然違う、完全新作な荒野行動の高画質版が出るんだけど、おそらくそれを PC だけじゃもったいないからCS 機でも出すんじゃないかなっていうのがオパシの予想です。で PC ゲームって日本じゃそんな売れないじゃないですか。で荒野行動って日本で今一番流行ってるゲームではあるので、なんで多分 CS に持ってきてフォートナイトに飽きた人たちとか、いろんな層をがっつり取り込みたいんじゃないかなと。スマホはやりたくない、でも荒野行動やってみたいみたいな人も大勢いると思うんですよね。で次に発売時期についてなんですけど、2019年の春だそうなんですね。結構先じゃないですか。これなんでなのかっていうと、これも予想になっちゃうんですけど、おそらくフォートナイトのブームが若干終わるの待ってんじゃないかなと。今多分フォートナイトっててっぺんなんですよ、ピークなんですよ今。でほとんどのゲームってやっぱ1年持たないんですよね、ピークっていうのは。ピークが終わって若干人が離れてきたところにぶち込みたいみたいな、だ今やったら勝てないからこそ勝てるところまでちょっと待ってるんじゃないかなっていうのがオパシの予想です。でなんで PS4 で出すのかっていうと、ゲーム内課金ってめちゃくちゃ売り上げ出るんですよ。皆さん知ってますか？コールオブデューティーで有名なアクティビジョンブリザード、アクティビジョンっていう会社があるんですけど、コールオブデューティーのブラックオプス3、IW、オーバーウォッチ、その3個のタイトルがメインだったんですけど、2016年にゲーム内課金いくら売り上げ出たか皆さんご存知でしょうか？なんと1年間で約4100億円出たんですね。ゲーム内のガチャ課金とかスキン課金ってそんだけ儲かるんですよ。なんでそういうその PS4 とかでお金使ってくれてる層っていうのを今取りこぼしちゃってる部分がでかいじゃないですか。だからそういうところをがっつり取り込みたくて CS 版でもやっぱ出すんじゃないかなということで、荒野行動はやっぱね行動が早いですね。本当に基本無料のね荒野行動出るの俺正直めっちゃ楽しみですね。ということで現状出ている情報のまとめでした。ほとんどまだ出回ってないんでね、ほとんど考察がメインとなってしまいましたが、もしね、よかったら参考になりましたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。ということでね、動画これだけで終わると短いと思いますので、おまけの動画もご覧ください。どうぞ。さあ、1試合目やっていきましょう。さあ、敵は1人。あれは上行く気かな？あそこの家に行く気か。こっちには来なかったね。マジ？待って待って待って。後悔させたるわ。ダーン、お疲れ。この家入ってきちゃダメでしょ絶対に。荒野の新マップ本当に来んの？何月に来るか聞かされてないけどな。公認実況者かっこ笑いだよマジ。公認実況者になってからそういうの何も分かんないからな。俺公認実況者に指名した意味ありました？運営さんって。ちょっとん車勝負しようぜ。へい、お前のギリス作れよ。おい、そんな貧乏人が乗る車でお前フェラーリ様から逃げ切れると思ってんのか、おい。勝負しようぜ。おい、そんな。ふぅー、危ねっ。カイトさん、中学生 YouTuber、240円、おっぱいしやん、シュキシュキ、240円、ありがとうございます。中学生で YouTube か。犯罪は犯すなよ。多分ね、同級生妊娠させてみたとかいう動画を上げたら再生数すごいけど、そういうことしちゃダメよ。再生数のためにそういうのダメだからね。中高生 YouTuber はとにかくすぐ犯罪を犯したがるからな、あいつらは。
ツタヤで本盗んだらバレるのか検証みたいな、それただの万引きだからみたいな。ほんと中学生高校生はすぐそういうことするからマジで。みんなダメよ、再生数のためにそういうことしちゃ。まあ、わかるよそりゃ、中高生だとさ、そのね、動かせるキャッシュがないから、そんなフェラーリ出るまで引いてみたみたいな、そういうマヒト君みたいなね、そのブルジョーな再生数の取り方は確かにできませんよ。ランボルギーニに15万課金正気とは思いませんよマヒト君。でもね、それは確かにマヒト君みたいなね、登録者財力があればできますけど、僕らパンピーにはできない。じゃあどうするか、まあ、人の乗ってるランボルギーニ傷つけてみた、うん、確かに再生数は取れる、確かに絶対する再生数取れるけど人の乗ってるランボルギーニ傷つけたらどんなリアクションするか、ドッキリみたいな、それドッキリじゃなくてただのびっくりみたいなね。ほんと中高生は再生数取ろうとするとちょっとね、毎回間違ったことするからね。みんなそういうことしちゃダメよ、ちゃんとみんな頑張って勉強して働いて、お金と経験を生かして再生数を稼ごうね、中高生 YouTuber のみんな。ダメよ悪さしちゃ。あ、カイト君240円、同級生妊娠か、やってみよう240円、ありがとうございます、頑張ってください、応援してます。俺は悪くないんで、知らないからな。あ、あとアイデア料待ってます。あ、足跡2つ、え、ここやばい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 、 OK ってことは2階か、この建物の2階だな、さては。ここにいるな、上の2階のこの辺か。さ、その位置ってさ、なんかさ、噂によるとここにガソリンを置いて爆発すると殺せるという噂があるんですよね。自分実験いいっすか、科学の実験のお時間だ。うわ、バカ、なんでだよなんでだよ、なんでお前横にいるんだよ。はぁ、なんでだよ、絶対勝てると思ったのに、今のは YouTuber としてやらなきゃいけなかったんだ。あれで倒してたら再生数が取れたのに。あ、特に落ちないんでこの振りやめます。よし、やっていきましょう。さあ第2試合、今度は勝つわよ。そこに車止めた人どこ行ったの、来ないの、そこの家行ったの、肩お前。リフタイガーさん360円、おばあちゃんテスト頑張ったから褒めて。リフタイガーさん360円、ありがとうございます、センキュースーパーチャット、テスト頑張った、おめでとう、お疲れ。テスト頑張ったのはいいことだ、中高生はそうあるべきだ、勉強はしっかり頑張るんだぞ、しっかり勉強しないと俺みたいな大人になっちゃうぞ。大学が全てじゃない。なら、まだいいこと言ったな、お前。お、世の中で一番大事なものって何か知ってるか、お前。チャンネル登録者数だよ。はい、俺が1位。はい、この配信で俺が1位。まあ、人いたらブロックしたの、マジで。新マップ東京まだですか、わかんない。まあ、新マップ東京に俺の出身大学は含まれてんのかな。まあ東京工業大学っていうんですけど、まあ嘘なんですけど、いちいち学歴でマウントを取る痛い大人27歳しかもなお虚言。なんかいるよな、時々なんかハーバード大出身とか言ってハーバード出てない芸能人みたいな、たまにいるよな、あいつらバカだろ、バレに決まってんじゃん、アホでしょ。学歴詐称なんか絶対バレるって。100円、他の実況者の名前を出すな、1800円。わかる、その気持ち。うわ、こっち向いてる、フラグ握ったら大事に、うん、よし、危ねえ。ZKZTT 強えな、お前マジでいるし。マジでいけるあれで逃げるっていう選択肢ね、斬新だよね。普通詰めるけどさ、ポジション的に絶対あっちの方が有利じゃん、逃げるよね。あれがやっぱさ、あの高校時代培った、まあ、やり逃げっていうのかな、いろんな女の子泣かせてきた回があったよね。わかるわかる、ちょ、やめろやめろ、ちょ、レベゼンをパス、やり逃げを覚える、やり捨てっぽい、やめてくれ、撃たないでくれ、やめてくれ。
レペゼンオパシがやり捨てしてみたですね、これ。まあ、やり捨てするんだったら殺すとこまでやれよって話じゃない。やり捨てならぬやり捨て。撃っちゃってる撃っちゃってる撃っちゃってる。こっちにもいる。どっちが勝った？あ、こっちが勝った。ラスワン。モンブワン。まあ、正面からこそこそ来そうだが。いた！ 240。あいつ道路渡んないといけないから、道路渡ってくるときに撃とう。勝つことができました。素晴らしい。いやーよかった、いいとこ見せれた。3キルできました。3キルできました。3キル優勝でした。皆さんぜひともよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。え、グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとヘッショ食らわなくなりますよ。あね、頭がない、決勝食らわない裏技。さあ行くぞ。奇跡を起こす、奇跡を起こす。いけるいける、やったー。チャンネル登録コメント高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。